ダッチ w C は第二次世界大戦時にアメリカ合衆国で開発、運用された小型中型の軍用車両シリーズの総称である。ダッチ w C シリーズとも呼称される。w C はこの車両シリーズを開発したダッチ車内の開発コードで W は1941年を表し C は0.5トン単位の規格であることを表している。この車両シリーズを総称して ダッチウェポンキャリアと呼称されることも多いが、w C は、ウェポンズキャリアの略ではない。ダッチ w C シリーズは、対戦中、アメリカ軍を代表する、小型軍用車両として活躍したジープよりも、一回り大きな車格を生かし、装備品輸送型のほか、兵員輸送車、救急車、偵察車、対戦車自走砲型など、複数のバリエーションが開発され、 総計で36万両以上が生産された。ダッチ社は1914年に独立して以来、小型トラックの生産を行ってきた。1917年の第一次世界大戦時には、アメリカ軍に輸送用トラックを供給し、その性能を高く評価された。第二次世界大戦が始まった1939年には、新型の積載量1、2トンサイズの軍用車両の、 プロトタイプを開発し、1940年に VC シリーズとして生産を開始した。1941年になると、WC シリーズとして改良された1、2トンシリーズの車両の生産が開始された。これらの車両は多数のサブタイプがあり、VC シリーズを置き換えていった。WC の1、2トンシリーズは、1941年から42年に、 かけて生産され、WC-1 から WC-50 まで、計50種類のモデル名が存在し、総計79,771両が生産された。1942年になると、改良された、積載量産4トンシリーズの生産が開始された。1、2トンシリーズと同じ四輪駆動で、1、2トンシリーズと80%の部品互換性を有していた。 3、4トンシリーズでは、モデル数が整理されており、WC-51 から WC-61 まで、および WC-64 の、計12種類となった。終戦まで生産が続けられ、各モデルの総生産数は26万403両となった。また、WC-51 の車体設計をベースに、シャーシを延長し、 6輪駆動とした、積載量1.5トンの輸送トラックが開発され、WC-62、WC-63 のモデル名で、23,092両が生産された。イスラエル国防軍で改造された、ダッチバンビ装甲車。3、4トン及び1.5トンシリーズの車両は、朝鮮戦争の頃まで、アメリカ軍で使用され、その後、後継の M37 シリーズ3、 4トン車に更新されていった。また、友好国に供与あるいは輸出された車両は多くの国で戦後も長く活躍した。また、戦後にダッチ WC シリーズをベースに民間市販型の4輪駆動ピックアップトラックシリーズがダッチパワーワゴンとして発売された。日本の陸上自衛隊にも1950年代に WC-51 が供与され、ウェポンキャリアと呼ばれて使用されていた。また、イスラエル国防軍では、第一次中東戦争の際に、WC-51 あるいは WC-52 の車体に装甲を施し、旋回式の銃刀を設け、ドイツ製の MG34 機関銃を銃刀と、助手席に装備して、ダッチバンビと呼んで使用した。なお、 アメリカ陸軍武器化の補給品カタログにおいて用いられる命名法システムでは、WC1、2トンシリーズは G505、WC3、4トンシリーズは G502、WC1.5 トンシリーズは G507 として参照される。前述のように、ダッチ WC シリーズには多数のモデル名が存在する。これらは、車両の用途のほか、搭載される。 エンジンの形式やフロント部分のウィンチの有無などにより区別されている。1941年から1942年にかけて生産された T207、T211、T215 とエンジンの種類が変遷している。T112 エンジンを搭載した2輪駆動モデルも存在する。WC-3WC-271942 年から 生産された改良型で、エンジンは、P214。総計26万両以上が生産された、主生産型。WC-51、ウェポンキャリア WC-52、ウェポンキャリア WC-53、WC-54、野戦救急車 WC-55、WC-56、WC-57、WC-59。 WC-61、WC-51 をベースに車体を延長し、6輪駆動となった輸送トラック。エンジンは T223、23,092両が生産された。リングマウントを装着し、M20 機関銃を装備することが可能。WC-62、WC-63。ありがとうございます。